坂倉亜コは、日本のタレント、MC、ラジオ DJ、セレブリティインタビュアー。ミスユニバースジャパン2007年大会のファイナリスト。身長165センチメートル、神奈川県出身。2019年3月に改名し、A クラアサコとして活動している。横浜市内にある、英会話学校の場に通った後、神奈川県の私立女子校を卒業、カリフォルニアに、 約5年間留学し、カレッジを卒業。リポーターになることを目指し、ブロードキャスティングを学ぶ。2007年ミスユニバースジャパンファイナリストに選ばれたあとは、ハイタイドに所属し、海外スターにインタビューする様子などを自身のブログに掲載していた。現在も変わらずフォックスインターナショナルチャンネルズで放送中の番組フォックスバックステージパスにて、アンジョリーナ・ジョリー、 ブラッド・ピット、トム・クルーズ、そしてキアム・リーブスなど数多くのハリウッドスターにインタビューしており、また女優としても活動している。2007年の F1 レッドブル・レーシング・フォーミュラウナのベストウナに選ばれ、日本代表として最終戦のブラジル GP に招待された。2010年、ラッパーのスフィアと結婚し、長男を設ける。独身時代の小泉アコから坂倉アコへと芸名を、 変更して、タレント活動を継続。2015年4月より、J-Wave の午後の帯番組、アコースティックカウンティのナビゲーターを担当。2016年、ラッパーのスフィアと離婚。離婚後も、旧姓ではなく、坂倉を名乗る。2017年4月より、ウェブマガジンフィナムの編集長、ショームとと共に、J-Wave、ジープクリエイティブガレージのナビゲーターを担当。 番組ホスト、ありがとうございます。